祇園祭は京都で行われるので、すごく日本人から見ても日本の歴史や伝統を感じられるお祭りです。先生、主な活動はほとんど踊るだけですか？そうですね、踊ることもありますね。日本には盆踊りという踊りがあって、その踊りはよく夏のお祭りで踊ります。でもね、そ先の生。盆踊り、お祭り、日本で、踊りはそれぞれ違いますか？そうですね。大きくは変わらないんですけど、細かい動きとか音楽は地方によって違います。わかりました。あとはお祭りの時は、踊ったりすることもそうなんですが、よく日本人は浴衣を着ます。浴衣は聞いたことがありますか？私若いは聞い者たこあとる。ない。若い者いますか？参加しますか？若者も参加します。お祭り、お祭りは夏に行われることが多いので、そうですね、1年にその夏の間に行われることが多いので、夏のイベントとしてよく若者もお年寄りも子供もみんな参加します。ベトナムではどんなお祭りがありますか？まあ、いいですね。ベトナムでは たくさんありますよ。たでくさんあるも、んですが。私の住んでいたところで、一番有名なお祭りは、タコ祭りです。タコ祭り。はい、タコ祭り。タコをあげること。紙でできたタコですね。いえ、このタコは、プラスチックとか大きなタコ、2人ぐらい形のタコです。すごいですね。グループを分けて、試合を 行います。そうなんです。それはどうなったら勝ちなんですか？グループは、プレゼントをもらっただけ。でも、この音楽とか伝統的なゲームをもらって、そして、お土産店もたくさんあります。いいです。じゃあそのタコを長く最後まで空に上げてたチームの人が勝つんですか？はい、そうです。そして、高さも、高さも競うんですか？高さも、90、持つチームも決められます。なるほど。そのタコにタコをあげるのは誰でも参加できますか？ほとんど、グループを分けて、そして、
なんか小さいの地方とか、うん、小さいの地方とか参加します。あの、いいですね。じんさんは参加した後、こっことありますか？いや、自由な人を参加するのがほとんどありませんよ。そうなんか、はい、チームの、あの、地方の、あの、グループだけ、ほとんどリーダーがします。そのタコ祭りはいつ開催されるんですか？7月の15日。ああ、7月の15日。じゃあ夏にやるんですね。で、あ、1日だけ行います。ああ、1日だけ。でもいろいろお土産屋さんが出たりして、人はたくさん来ますか？人がたくさんありますよ。あの、そしてほとんどお土産はおもちゃ、おもちゃですから、子供が多いです。ああ、そうなんですね。でも賑やかで楽しそうですね。そして伝統なゲームも行います。うん。じゃあ、チャンさんは何かお祭り？あと私の授業ではないですけど、隣のところで牛の試合、牛の試合があります。はい。スパーティースの試合みたいというお祭りで、牛は、2匹で、Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học Kaiwa từ sơ cấp, trung cấp đến Business Kaiwa, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến, một giáo viên, một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.